こっていいのかわからないか、俺のにしてつらいオンズもなくなった。高倉がいた、豊田がいた、大下がいた、中西がいた、関口がいた、和田がいた。太平洋クラウンと名前が変わる、その度に俺たちは戸惑うばかり。バッター小渕、三塁の強襲ヒットでツーベースを記録し、その後ピンチランナーの竹内三塁に達しています。第5球打った、ピッチャーの強襲だ、センター前のヒット、三塁から竹内ホームイン、値千金、竹内のセンター前のヒット。どこのファンかと聞かれ答えるときは、今もにしてつらいボンズ、そう答えるさ。小渕がいた、荻がいた、竹内がいた、河野がいた、玉造りがいた、木戸がいた。生え抜きの選手たち悲しむだろう、あの頃の西鉄は跡形もない。第2球打ちました、大きいホームラン、ホームランか、レフト諦めたか、ファールか、構えた、いや、ホームラン、ホームランなんだ。活躍者、今日のゲームの活躍者、稲尾、投げてよし、打ってよし、ホームラン、稲尾のホームラン、試合終了。逆転しました、長良町4対3。ホームコートの上にご覧の中に、もうとにかくみんなが大活躍を喜んでますよ。みんな待っています。でも強かった日本一だった。俺のにしてつらいボンズ胸張ったものさ。稲尾がいた、川村がいた、島原がいた、西村がいた、和子がいた、侍の姿が浮かぶ。今もなおこの胸の獅子音が騒ぐ。西鉄ファンよ、今こそみんな立ち上がろうよ。俺たちの手にライオンズを取り戻す。名前は例えば九州ライオンズ、心から応援できるチームにしよう。大井交代、芝生に入りました、構えています、使いました、試合終了。
ライオンズついに奇跡の逆転4連勝を成し遂げました。